いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2010年モデル、ポルシェ911ターボ PDK タイプ997を紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロントに下スリップ、ボンネット、フロントガラスに飛び石、右リアフェンダーに線傷、左ドアエッジ、左リアフェンダー、左リアアルミホイールに傷がございます。走行距離に関しましては約1万5000キロと低走行かつ車両コンディションも良好な1台となっております。外装色はキャララホワイト、インテリアはブラックレザーが採用されております。911シリーズの中でも圧倒的な走行性能、高い人気を誇る997型の911ターボでございます。こちらのお車は高い走行性能はもちろんのこと、スポーツ黒のパッケージや PCCB が用意されておりますので、よりスポーツ性能に特化した1台となっております。ヘッドライトに関しましては、キセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。また足元に関しましては、純正の19インチアルミホイールに加え、PCCB が装備されておりますので、制動力に優れた1台となっております。続きましてリア紹介させていただきます。リア周りに関しましては、大型のリアウィングが装備されておりますので、リア周りからもスポーティーな印象を受ける1台となっております。エンジンは 3.8 リッター、水平対向6気筒のツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は500馬力でございます。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席側に若干ではございますが、使用感がございます。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては3本スポークのスポーツステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。ナビゲーションに関しましてはカロッツェリア製のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速の PDK シフトが採用されております。また走行モードに関しましては、スポーツカラーのパッケージが装備されておりますので、スポーツプラスモードが追加され、アグレッシブな走りをお楽しみいただける1台です。またサスペンションに関しましては、2段階での変更が可能です。フロント両席に関しましてはシートヒーターも完備されておりますので、肌寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます。さらには坊主製のスピーカーも装備されておりますので、ワンランク上の上質な音楽をお楽しみいただけるお車です。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。今回は2010年モデル、ポルシェ911ターボ PDK タイプ997を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約1万5000キロと低走行かつ、内外装のコンディションも比較的良好な状態を保っております。圧倒的な走行性能を実現したポルシェのハイパフォーマンススポーツカー、
911ターボでございます。また四輪駆動が組み合わさることにより高い走行性能を実現したお車です。また数多くのスポーティーな専用装備に加え、ハードディスクナビゲーションやシートヒーターも用意されております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。